ですよね。クイックセーブもね。SD カードがあればクイックセーブできますので。あ、SD カード入れてないけどできるんかな、これ。どうなのかな。ちょっとあれですけどね。これはもうね、ロストワールド自体は僕、あれですよね。はい。コゴットンワールドっていうタイトルではね、実況プレイやってますけど、ロストワールドとしてやるのは初めてになりますかね。はい。ちょっとやってみましょうか。せっかくですから。はい。はい。はい。これがもうね、日本版のロストワールド、アーケのロストワールドがね、プレイできるというのは嬉しいですね。アーケードとかね、フォゴットンワールドっていうタイトルじゃないとこが嬉しいんですよ。はい。完全日本版ってことですから、フォゴットンワールドはね、洋名なのでね。だから、日本名というかね、日本の名前のロストワールドのアーケード版がプレイできるという意味で考えれば嬉しいっていうことですね。はい。カプコンジェネレーションとかね、カプコンクラシックスコレクションに入ってるね、このゲームはフォゴットワールドってタイトルになってるんで、ロストワールドじゃないんですよね。はい。そういう意味で嬉しいんですよね。はい。完全日本版なんで。5700。なんかめっちゃ説明ちゃんとね、日本語になってましたね、喋り方が。あ、え、ちょっと待って、あ、時間切れか。しまったな。今日ゲームやりませんとか言いながら思いっきりやってますけどね。あ、死んだ。で、コンティニューできますからね。まだこれね、レトロビットジェネレーション2の方ね、バイオニックコマンド入ってましたけど、なぜかゲームボーイ版なんですよね。で、アーケード版のトップシークレットとかね、ファミコン版のヒットラーの復活の方を入れてくれた方が良かった気がしますけど。まあまあ、ゲームボーイ版も好きですけどね。一面のボスですね。僕このロストワールドのね、CD 持ってるんで、ちょっとそういう意味で嬉しいんですよね。ゲームミュージック CD 持ってるんですよ、ロストワールドのね。魔界村、大魔界村とロストワールドと1943回のね、音楽が入った CD 持ってまして。このゲームの音楽をよく聴いてるんですよね。もう高校生ぐらいの頃からその CD 持ってたんで。ずっと聴いてたんでね。音楽は全部知ってるんですよ。まあ、このなんか弾のね、打つ音でね、音楽はあんまり聞こえないですけど。倒しました。はい。まあ、僕、フォゴットンワールドは、アーケード版と、メガドライブ版と PC エンジン版と、あとセガマーク3版でやってますよね、過去にね。でも、ロストワールドっていうタイトルの、このゲームは、今回初めてなんで、そういう意味で嬉しいですね。ちょっと、前回武器買えなかったから。16,700。はい。時間があるんですね。前回すぐなくなった、終わったから。はい、適当に買いましたけど。はい。新聞？情報はいらないわ。はい。いや、全然問題なくプレイできますね。ロストワールドっていう、僕、だから、言うたら、ロストワールドをやること自体初めてですね。
フォゴットンワールドはプレイしてるけど、ロストワールドは初めてですね。日本版のロストワールドをやるのは初めてってことですね。だからそういう意味で、ちょっとまあ嬉しいっていうのもありますね。しかもこれ公式で手に入れたようなもんですから。中華ゲーム機のインチキで手に入れたわけじゃないですから。あ、やばい。そうかそうか。あれ強かったね、確か。下から急に来るんですよ、あれね。めっちゃダメージ大きいんですよね。僕前に、カプコンクラシックスコレクションかでなんかで、PS2 でね、やって、クリアしたいんですよね。だいぶ前にやった時も。実況プレイでね。クリアっていうか、まあ、ゴリ押しでクリアしたって感じですけど、あの時は。あ、死んだ。もう二人同時プレイでやるとこれ楽しいんですけどね、このゲームは。昔ね、友達と二人同時プレイでね、メガドライブ版とかやってましたけどね。いや、このゲーム、ボスの音楽一回一回ね、曲が違うんですよね。めっちゃ強えな。はい、じゃあこんなもんにしときましょうか。これどうするんやって、やめるとき。あ、コンテンツしちゃったやん。これか。あれ、どうやってやるんやったっけ。 やめるときどうやるんやったっけ、これ。あ、そうか。スタートとセレクト同時押しちゃったかな。あ、そうやね。これでメニュー画面に戻るってことですね。あれ